うわ。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それではストロベリーチョコレート第2弾いきたいと思います。今回ご紹介する商品ね、私もまだ食べたことないんでね、ちょっと楽しみなんですよね。ってことで本日ご紹介する商品はブルボンの粉雪ショコラ濃いイチゴです。ね、なんかパッケージ見るからにめちゃくちゃ美味しそうな感じですよね。ね、もうほんとこのパッケージに惹かれたっていうのもあるんですけどもね。どんな味わいなんでしょうね。こちらですね、2つの個包装になっております。これもまた嬉しいですね。ちゃんとピックも入ってるんですよ。最初にねピックを取ってからこちらのチョコレートを開けた方がいいかもしれませんよね。見てください、このチョコレート、粉雪ってありますようにね、粉雪が降りかかってるような感じがいたしますよね。もうねこれイチゴの香りがすごいですね。それでは早速いただきます。うん、すごい。このね表面の白い粉がね、ほんと口の中で粉雪を連想させるような感じなんですよね。そこにねこのいちごの甘酸っぱさやですね、またこのいちごの香り、これがねもう口の中にぶわーっと広がりまして、いちご好きの方にはおすすめですね。なんかねホワイトチョコレートのいちごワンって感じですね。ブルボンの粉雪ショコラ濃いいちご、ぜひですねお試しいただければと思います。このいちごの甘酸っぱさとね、このいちごの香りが口の中でふわーっと広がりまして、またこのチョコレートがね、もう口の中でとろけていくんですよね。この感覚というか食感がね、もうたまらないですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。こちらね、先ほどもご覧いただいたように2つに分かれておりまして、中央にね、ピックが入っているんですけど、このピックがね、なかなか取れないんですよね。だからね、まず最初にこのピックをね、取ってから、このチョコレートのですね、封を開けていただくのをお勧めいたしますよ。ということで、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは、だんだんだー。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。